その男は税関で捕まった。容疑は喋りすぎ。日本ではおしゃべりは罰せられるんだ。どうだい、やつのおしゃべりはやんだか。全然飯も食わずに喋ってますよ。いや、とにかく携帯を離さないんですよ。そうか。おい、いい加減にもう喋り足りたろう。もう喋りたいティノ、こいつ携帯を喋るなら喋りたいティノ。